助けるでごわす。壁になるでごわす。壁になるでごわす。壁になるでごわす。どこ行くの？すみません。私、スーパーアイドルのアサギなんですけど、ちょっといいですか？いきなりだな。スーパーアイドルなどに興味はないし、用もないぞ。失せろ。ちょっとラハールさん、スーパーアイドルさんに対してそんな言い方はないですよ。あの人もアイドルなんだ。やっぱり歌手かな。知らない。名前も聞いたこともないわ。デビュー前だから知名度ないのかな。デビュー前からスーパーアイドルを自称しているなんて、なかなか大胆な方ですね。そんな自称スーパーアイドルさんが私たちに何の用かな。アイドルオーディションがあるって聞いて会場を探しているんですけど、道に迷っちゃって。デビュー前どころかオーディションすらこれからとか、どんだけ先走ってんのよ。オーディション会場？そんなものは知らんぞ。もしかしてこの前やっていたランサローテさんのライブと勘違いしているんじゃないですか？勘違い？この日のためにデモテープも送ったのに。どこに送ったのよ。オーディションすらなかったとか、道に迷う以前の問題じゃない？ここまで来て諦めてなんかやるもんですかっつーの。行っちゃったよ。どうしよう。知るか。放っておけ。そんなわけにはいきませんよ。追いかけましょう。めんどくさー。
はっ。そうだ、そうだ。レディーゴー。えいや、えいや、ゆか。ねえ、遊ぼうよ。お、眩しい。うんうん。いや、そうだ。くぐ。行くぞ。参ります。コテンパンにしてあげるわ。観念しな。参ります。いいぞ、この声で最高ね。ゴー。そう。さ、こちらの番です。飛んでけ。そりゃ。うん、はじめに。
ちらの番です。私頑張るよ、お兄ちゃん。命乞いなさい。これにて一件落着っす。
アサギさんはどこへ行ったんでしょうね。あそこに。ちょっと誰もいないじゃないの。何もやってないじゃないの。ライブに乱入して鮮烈なデビューを飾ろうと思っていた私の計画が。あいつ人の話全然聞いてないわね。あなたたち今すぐ客を集めなさい。ここで私のゲリラライブを開くわ。スーパーアイドルアサギのね。誰が集めるか。ライブがやりたければ一人で勝手に歌ってろ。一人はもう嫌なのよ。これで決める。はっ。行くぞ。参ります。行くわよ。行くよ。てや。くらえ。私頑張るよ、お兄ちゃん。そこ。はっ。てい。疾風陣雷。仕方のないやつだ。下噛むなよ。お勤めご苦労でござる。またスーパーアイドルへの道が遠くなったってことなの。遠くなった以前にまだ歩き出してもいないけどね。ここで会ったのも何かの縁よ。私とアイドルユニットを組まない？もちろんセンターは私だけど。
ましょうか。クムか、俺様は魔王だぞ。魔王？それってめちゃくちゃ偉いんじゃないの？これってチャンスじゃない？うまいこと取り入っとけば魔王の権力を利用してスーパーアイドルの座をゲット。それどころか隙を見てあいつを倒せば魔王の座もゲットじゃない？すごいわ、アサキ。というわけで魔王さん、私が仲間になってあげる。どうしよう、心の声がダダ漏れだったよ。こいつ、断ったとしても絶対ついてくるわね。面倒になってきた。勝手にしろ。よかったですね、ラハールさん。魔王と認めてくれる方が増えましたよ。そうかなー。